ありましたが、ウクライナのゼレンスキー大統領は攻撃の停止を実現させるためプーチン大統領との首脳会談を決めつけたためです。ただ双方の立場が固まり、まだ見つかりません。ガーレさん、これから出てくることになりました。あ、証拠ですから、この件でいくと思うと日本でも単なる不信任の動きで新たな動きが出ています。ウクライナからの避難民を制圧している政府は今日の日で、あっちと思っていても不自身が言うが、いくらの自分の判断や場合となる女性の名称を先までと受け入れることに動かしておいて、日本に海外するウクライナ人が家族や親族を呼び寄せる場合、災害警官での避難の普及手続きを活用するとしています。さらに、北朝鮮人を発表して、出川法務大臣が来月1日から都内を訪問する方向で調整が進められています。前回は出川大臣が帰国する際、避難する避難民が政府専用機に同乗する案と結構されています。トランプによる避難民受け入れの状況が期待され、突然現実し、ご覧の状況者や、ウクライナに不正な軍事侵攻した影響で、国産企画が減少し、政府は、移動した小麦を製造会社などに売り渡す価値を、来月から 15% 余り引き上げる予定です。先ほどお伝えですと、これは必要な金融として、毎日食べてもらいたいと思って、毎日、この中の設備なんで、できたいと思って作っているので、値上げが、毎日と、これで提供しなきゃいけなくて、払うことが大事です。こうした状況を受けて、岸田総理大臣が、今日の国民懇談会で、来月末までに緊急対策をまとめるよう、官邸に指示しました。原油高騰対策、小麦などの価格上昇に伴い、食料品や飼料などへの対策、原油高や新型コロナの影響を受けた中小企業と資金繰り支援、それに厳しい生活を余儀なくされている人への支援を4つの柱として、緊急対策を策定する。感染が確認された東京都、1週間前の金曜日におよそ4300人増え、2倍余りとなりました。BA.2 への症状は大変なスピードで移行を進めています。大阪市では4340人の感染を確認、毎日の4倍余り、3000人以上増えています。全国では4466人の感染と81人の死亡が発表されています。重症者は673人となっています。まん延防止等重点措置が各地で解除されてから2週間余り、昨日までの1週間の新規感染者数を毎日と比べると全国では 0.8 億台となっていますが、すでに増加に転じた地域が多くなりました。21日の期限をもって重点措置が解除された。いわゆる従軍を扱う出産の部分については去年の閣議決定で違反権という用語を用いることが適切とされた旨を追記する形となりました。新しい教科書は今年5月24日以降の各地で公開され、8月末までにどの教科書を使うか教育委員会などが決める採択が行われます。今回自分自身のオンライン支援に基づいて学びを深めることが重視されるようになったので、子どもたちの将来の可能性を広げることに期待していきたいと思います。21億円を横領したとして大阪支店と総務に逮捕起訴され、無罪が発表した不動産会社の本社長が捜査を担当した検事2人を